はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうなです。レッツゴーピカチュウ EV 楽しんでるでしょうか。レッツゴーピカチュウ EV ね、やっていくとわかるんですが、秘伝技というものが廃止されて、新しく秘術というものが導入されています。秘術というのは、相棒のピカチュウや EV が秘伝技のようなものを使ってくれます。それがね、秘術というものになっています。その秘術のゲットできる場所は、ストーリー上にもあるんですが、それ以外にも喋りかけてゲットするものもあるので、場所の情報をまとめてみました。もしね、困ってる人がいたら見てみてください。では行きましょう。はい、まず1つ目、こちらです。今までで言うイヤ切りですね。これは秘術けさ切りと言います。けさ切りは船長さんが教えてくれます。この船長さんね、昔今までね、リーフグリーンなどをやったことある人ならわかると思うんですけど、今までは居合切りを教えてくれてた船長さんです。で、そして秘術を教わると、ピカチュウがこのように秘術を使えるようになります。聞いたおせるようになりました。そして2つ目、リグダの穴を抜けた後、こちらですね、オーキド博士の助手、このオーキド博士の助手の家に行くと、2つ目の秘術を教えてくれます。こちら2つ目の秘術は、秘伝技で言うとフラッシュみたいなものです。はい、こちら秘術輝きですね。この輝き、さっき紹介した袈裟切りはストーリーを進めていくとおのずと手に入るので、これを取り逃すということはないと思います。はい、では次に行ってみましょう。赤竹シティでは2つの秘術がゲットできます。はい、そしたらまず赤竹シティのこちらですね、コーパークの入る前の庭のところです。こちらにラプラスさんがいるんですけど、ラプラスさんの脇のお兄さん、このお兄さんに話しかけてください。こちらですね、キョウさんに勝った後、このお兄さんに、ジムバッジを見せなければいけません。なので、ここのキョウさん、ジム戦に勝った後にこのお兄さんに声をかけてください。そうするとこのお兄さんから水走りというね、秘伝技で言うと波乗りのような技を教えてもらえます。はい、そしてもう一つ、この町で教えてもらえる秘術、これ道を挟んでポケセンの隣、この家に園長がいます。エコーパークの園長です。ここで、入れ歯イベントですね。この園長先生が、園長先生じゃない、園長さんが入れ歯をなくしています。これはリーフグリーンでもありましたが、リーフグリーンの時はサファリゾーンで入れ歯を見つけたと思います。で、今回はですね、そうではなくて、イベントをこなさなければなりません。この園長の家を出て、ぐるっと回ってポケセンの方に走っていきます。で、ポケセンの前の階段を降りて浜辺の方に向かいます。で、この辺ですね、19番水道、この辺りに、ロケット団の2人がいます。武蔵と小次郎とニャンス。で、ここでイベント、入れ歯のイベントがありますので、そこで入れ歯をゲットして、また先ほどの園長のところに戻ってください。はい、そしてもう一度このように園長のところに戻ります。そうすると、この園長から、秘伝技でいう怪力押し出しをもらえます。このようにね、押し出しを使うと、このようなオブジェクトを押し出すことができます。ここにね、金の玉があるんですよ。なので、ここの園長の家で、このね、岩を押し出してない人は押し出ししてみてください。では次行きましょう。はい、そしてもう一つ、タマムシティのこのゲームセンターの前、このお兄さんに話しかけると、秘術の空渡りを教えてもらいます。秘伝技でいう空を飛ぶです。こちらなんですが、ゲームセンターのロケット団のイベント終了後に、このゲームセンターの前にお兄さんが立っています。このお兄さんに話しかけると、空を飛ぶ、秘術空渡りが教えてもらえます。これでね、ピカチュウが空渡りを使えるようになります。はい、いかがだったでしょうか。レッツゴーピカチュウ、レッツゴー EV、 秘術というね、新しいシステムが搭載されてます。もしね、秘術の入手場所がわからないという方は、ぜひ参考にしてくれたら嬉しいです。そしてぜひ最後に、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画、また次の配信でお会いしましょう。ゆうなでした。バイバイ。
バイニャー。